はいどうもちーさんです。2を続きやっていきましょう。今回からはね、次のこれなんて言うんだ、事変って呼ぶのかなはい、行きましょう。進みましょう。バイバイ九州。ウィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。あ、すいません、ありがとうございます。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。はい、早速毛利へ向かう長政殿と共にリーフデ号で大阪に向かうことにいたぞ。大阪行くんだ、いいな。なんかあ、でもそっか、すぐに大阪には行かないのか。これ次中国地方だね。毛利って大阪なの？毛利ってさ、なんか岡山とかその辺の人じゃなかったっけ？え？海坊主じゃ！毛利の類は苦手での！あんなん戦えないでしょ。何をしておる、早よ舵を切れ、舵を。海坊主ってそういう感じ？なんかこうあのあやかし、はい、噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。いやー確かに、あれリーフデ号もひどいありさまじゃ。そっか、ひとまず秋によるとしよう。あ、秋が毛利のとこだわ。そうそう、瀬戸内海だよね。長政親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。なるほど。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。なんで外側行こうとしたの？瀬戸内海通って行ったらまあ遠回りか。でもえ、でも大阪でしょ？瀬戸内海通って行ってもよかったんじゃないの？ウィリアム、ズボンめっちゃ色明るいわ。なんか強そうなの連れてるよ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。へえ、敵にはしたくない相手よ。名前だけは聞いたことあるわ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。そんなに頑固者なんですか、毛利って。はい、ということで中国編やってまいりました。拠点行きたい。あ、でも拠点行ったとてか、何これ、行ったとてだな。はい、じゃあまあまあ行きましょうかね。サブミッションある。サブミッションとか行っとった方がいいのかな。全然行ってないんだけど。これさ、思ったけど戻れなくない？あ、やべ、私向こうでめっちゃ残したこといっぱいあるはい、まあ行きましょう。うごめく銀行。吉川広家かな。
よくぞ来られた。それがし出雲国、出雲の国を預かる吉川広家と申す。毛利本家当主に代わり、それがしがお話を、受けたまわろう。先の頃より石見の銀山にちび毛陵が出没し、銀の採取もなままならぬ。銀は毛利家の貴重な財源、安仁殿の鬼を払うという力。ここは一つ毛利を助けるために振るう手はもらえませぬか。振るう振るう。石見銀山は日本最大の銀山である。産出される良質な銀は日本国内のみならず国外にも輸出され、大きな利益を上げた。そのため他の大名から狙われやすく、出入り口の位置や内部の構造は外部会社には非因された。毛利家の財源として鉱山開発は加速し、坑道は火の光に届かない地下深くまで伸びていた。銀、いきなり始まる。怖い。後ろにもうなんかあるじゃん。でね、ちょっとね、つけてるものはね、黄金装備なんだけど、ズボンと足は違うんだけど、姿写しで、魂写しだっけ、なんか忘れたんですけど、それでちょっと見た目変えました。あまりにもキンキラキンだったんで。あれ、みんないなくなっちゃってる。一人になっちゃった。あ、そっか、そうなんだ、いなくなっちゃうんだ。ああ、木蓮のカゴも全部なくなっちゃった。そっか、じゃあちょっと最初の方はきついかもしんないね。これ何？この空気が装置が空気を循環させている。はあ、これ止まったらやべえってこと？酸素なくなるってこと？怖っ、びっくりした。もう晴らす手立てを探すのじゃ。本当だね、これ落ちたらやべえよな。えい。あとね、そうそう、陰陽師のスキル手に入れたの。魔法みたいなやつ。でもちょっと今まだね、私はスキルが少なすぎて装備できなかったんですけど。もうそこまで鉱毒が。早よ遠見を回さねば。鉱毒、ああこれ多分、あ、でもこれ回したらいいんじゃない。なんかいるな。ごめんね、なんか上に通知出てきてるかもしれない。かな。あ、でも下毒なくなったっぽいね。うわ、めっちゃおる。仕事してる。あ、いて、あいて。そんなことあるの？やばい、なんか考えなしに落ちちゃった。待って。あ、本当にいる。やばいね。ドッキシャット。いや、待って、毒、待って、これやばいかも。あれ、あれ、上がるとこどこだっけ。危な、あれ、あの機械って有限なの。あ、やばい、あいつ絶対やばいよな。あ、あの石か。じゃないか。毒ってる私。お前よく毒の中いける入れるな。
バイバイ。なんかみんな銀掘ってるけど熱心する。これやばいな。ちょっと待ってね、この毒消しをショートカットに当てたい。これで上止まっても大丈夫になったのかな。怖ー、進むの。これ相手しとくか。さらまで食らう建造。さらはやめとけ。うまくねえ。いろいろスキル試したかったのに。これどこどうなるんだろうね。あ、この子何のカゴだろう。お、よかった、ミシャだ。アムリカ、アムリタがたくさん手に入る。これもしかして、あ、いや毒は大丈夫だ。あいつああいう風に石投げてくるのな。おかえり。使うの難しいな。あ、これこの明かりがさ、銀山の明かりがさ、すごいあのあれに見えるわ、あのアイテムに見える。なんか石投げてきてんな。あ、いった、あの野郎。あそこ近く登るとこないんだよね。ここしかないんだよね。どこにもいるじゃん。こけんなっつーの。足元注意だよ。ん？なんか今調べるって出たな。あ、なんかいる。なんでやねん。ここはちょっと行きたくないな、私。あ、この後トーミ壊れちゃってるんだ。だから途中で止まっちゃうんだね。お前ちょっと持ってんこいよ。食べてくれてんねん。それは私の専売特許やろ。よし、じゃあ進みましょう。
こっち行き止まりで、こっち、あれだったね。こっち今日は？どうでしょう？びっくりした。もういきなり出てくるのやめてくれる？あ、なんかつづらがある。とっても怖い。開けます。お、なんか新しい太刀手に入れた。おお、強いぞこれ。あ、待って、私雷切り全然使ってないじゃん。ちょっと雷切りとか使ってみたいな。雷だぜ。強くね？あの銀千代様にもらったやつね。これ動きそうじゃない？動かないか。この上なんだろう。あ、そっか、この上であれか、炭鉱山掘ってるんだ、みんな。おい、強っ。え、雷切り強い。さすが、さすが銀千代様の武器。上登ってみる？もしかしたらコテンパンにやられちゃうかもしれないけど。え、何があんの、そんな必死に。普通に奥に行けるって感じだね、これは。怖い。火薬玉手に入れた。え、あの下、ちょっと待ってね。あの反対側は？あ、怖い。あそこ、あそこ。なんもないよ。この人いるだけか。なんだ。じゃあ行こう。なんか狭いからすごく怖いわ。いやでも広すぎんのも怖いしな。このぐらいがちょうどいいのかもしれない。あー、あー、はい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 、なるほどね。こう来ました。おーおーおお、嘘だろ、下から投げてくんのお前。鬼出てきたよ。あ、いったー、あっつ。やべ、鬼来る。鬼来た。やばい、この雷切り強すぎる。これは強いぞ。毒あるよね、多分。毒あるよね。さあ、毒の岩を見つけないと。あ、あったね。いや、ちょっと待って、これ強すぎる。いい武器もろたわ、銀千代様。行けるか、頼む、誰か。あら、これちょっと悲惨だね。毒で死んでるんだろうな。てか木霊の加護つけといた方がいいな、これ。
けど、ちょっと一旦全員倒してからにしようかな。あれ、いない、上か。銀蝶様の武器ビリビリうるさいのがたまに傷だわ。これ上なんかいるな、やべえやつが。ほら、いた、まだ。落ちたわ。大丈夫？帰りな。銀千代様の武器チート並みに強いとこ大丈夫かな。いた、危ない。待って、これね、あんまりこうズカズカ行くと道分かんなくなっちゃう。私、ここがさっきのとこだよね。ちょっと辻切りしといて。あとは何も。下に落としたやつが同じ場所に戻っていたのか。もうすぐ、あれ、もうすぐ出口に来てる。これで助かる。助かってないね、これね。はあ、よく燃える証拠。なるほど、よく燃えるんですね。人間多分人体誰でもすぐよく燃えると思う。いい服着てんな、おい。おお、この山伏、山伏装飾っていうのがね、かっこいいんだよね。さっきおじさんが振ったやつだけど、中に見つかった。あれ、なんかすごい、ね、え、気のせいかな、なんか倒したような気にする。こいつ気のせいかな。よし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 、いい感じよ。あら、戻ってきたわね。あら、あらな、道が戻ってきちゃったわ。え、どうしたらいいの？こっち？いや、でも私こっち、違うな。あれ、なんでこれ動いてんの？もう迷子になってる私。なんかいる？なんもない。
あ、行ってないね。ここだわ。よかった。これは一旦登らないとしょうがなさそうだ。いや、またなんかいっぱいおるな。降りてきたりは